こんにちは、褒めまくりです。今日は、ブラックでも、ホワイトな、出来事でも、なくて、豆知識をお送りします。題して、政治用語です。近年というか、大東亜戦争以降のことしか、私は知りませんけど、あまりに、ふざけた答弁で、国民を愚弄してる、政治家と、官僚、及び、既得権益者が、多いと、思いませんか？私は、戦前の政治を、体験したことがないので、戦前のことは、実体験から、お伝えできませんけど、昭和から、平成になり、令和になり、年々、政治家の、ふざけた答弁、目につくように、感じませんか？戦前だったら、ラジオと活字の、新聞が、政治活動の、中心だったんでしょうけど、だから、言葉の重みがあったと、思うんですね。しかし、テレビの時代になってから、映像での、政治活動になり、政治家の言葉よりも、外見で、政治家を選ぶ傾向が、少なからずあると思います。安倍首相さん、小泉のどこかの、息子さん、言葉の中身は、なくても、外見と世襲で、当選しちゃってる政治家って、多いと、思うんですよね。そして、一発芸ならぬ、一発フレーズでの、当選。まるで、芸能人選抜選挙みたいな感じです。この人たち、戦前のラジオとか、新聞、他の活動、だったら、当選してないんじゃないのかな？とか、思うことって、結構あるんですよね。戦前の選挙について、詳しい方がいらしたら、教えてくださいね。今とは違う、制限された選挙だったんでしょうけど、どうだったんですかね。選挙買収腐敗。女性は参政権なし、納税を、高額納めてる人だけとか、まあ、いろいろあったとは、思うんですけど、選挙活動って、どうだったのか、詳しい人います？戦後の学校教育って、明治以降の歴史を、全く、教えないんですよね。マジで、困ったもんだよ。戦後の、教育は、古墳、ばっかり、詳しくても、意味がないとは言わないけど、それより、もっと、重要なことあるでしょって、思うんです。話は戻しますけど、逆に言えば、戦前の総理になられた、方、たち、テレビの時代だったら、正直外見が、さほど良くない人も、いると、思うので、そういう人たちって、外見だけで、判断されて、総理になんか、なれなかったんじゃないかなって、思う時もあるんです。誰とは言いませんよ、誰とは、笑い。特に、女性って、外見で、選ぶ人もいますよね。どうですか？女性に聞いてみたいです。褒めまくりは、本来だったら、政治家って、言葉と行動力で、選ばれるべきだと、思うんです。芸能人選びじゃないんですからね。外見が悪くても、発信力と、行動実行力が、求められるべきだと、思います。しかし、戦後のテレビ時代の、政治家は、口で言ってることと、やってることが、正反対で、言ってる意味がよくわからない、セクシーな政治家とか、正直、なんなんだ、こいつは、って、思うとき、ないですか？笑い。もちろん、面と向かって、こいつとか、お前はなんなんだって、言いませんよ、笑い。安倍首相さん、セクシーな大臣さん、入院逃げしちゃう多数の、政治家さん、なんか、その代表例ですよね。どこが、戦後レジーム脱却なんだ？半島にレーダー撃たれて、制裁もしないのか？天皇侮辱されて、制裁もしないのか？あれだけ、物乞いと、たかりと、ゆすられ、世界中に悪口を、言われて、吹聴され、それでも、また、10億円プレゼントして、また、プレゼント？就任前は、尖閣に、公務員を常駐させることも、検討したい、とか、靖国に、一次政権の時に、行けなくて、残念だったとか、威勢のいいことを言ってたくせに、戦後の問題を、後世の、世代には、引き継がないとか、言ってたくせに、何にもしない。でも、考えてみてください。この言葉も、気がついてる人、いると、思います。政治に詳しい人なら、お分かりでしょうけど、尖閣に公務員を常駐させるとも、言ってないし、靖国に行くとも、言ってないんですよね。制裁をするとも言ってない。
あたかも国民に常駐させると匂わせる、靖国に行くと匂わせる、制裁するんじゃないかと国民に期待感を抱かせるだけで非常に曖昧な言葉なんですよ。どっちからも受け取られてもいいような言葉ですよね。はっきり言って非常に汚い逃げ言葉です。近年の政治家、官僚、既得権益者の曖昧な逃げ言葉多いと思いません？ロッキード事件、東電、原発事故、まあうんざりしてる国民も多いと思います。そこでその言葉を簡単に説明していこうと思います。政治家が使ってるんですから、国民が日常で使ってもいいと思うのでしっかり覚えていきましょう。笑い。まずは1番目、いかんです。この言葉は有名になりましたよね。笑い。いかんと言っておけば国民が謝罪したと思うだろうと思っていかんです。いかん法を連発するんですけど、この言葉の意味は謝罪の言葉ではありませんよね。この言葉の意味は残念ですっていう意味です。そしてこの言葉は自分の行動に対する釈明をするときだけではなく、相手の行動に対して謝罪を求めているときにも使います。ウィキによると、いかんとは一般には思い通りに事が運ばなくて残念だという意味で、期待したようにならずに心残りに思うこと、残念に思うこと、遺憾の意を示すということは残念であるという意味であり、謝罪を意味する言葉ではない。外交における何々は遺憾であるという声明は、何々はなされるべきではなかったという見解の表明として使われている。相手の行為に対する言及であれば非難となり、第三者の行為に対する言及であれば非の表明となる。ただしいずれの場合も劇的な対処を行わず、事態を収拾しようとする意向を暗示するものであることが多い。特に政治関係において都合よく多用される表現であるが、本来の意味で解釈すればかえって相手に不快感を与えるものであるため注意が必要である。もともとこの用語は日本政治の慣用語であり、国際外交の場では意味不明なものでしかなかったが、昭和40年代に日本が表明として使ったことがあり、この言葉の微妙さが話題になった。現在では他の国の表明においても遺憾の意を表したなどと伝えられることも多い。まあはっきり言ってこの言葉は国民からの批判をかわすために、国民をバカにするために使うことと思っていいんではないですかね。最近では国民も分かってきたので、この言葉を政治家が使うとネットで遺憾法だ、遺憾法連発、意味のない空砲だとかバカにされるようになりましたよね。最近の安倍政権では半島に向かって遺憾法を連続発射しましたよね。これを使うと謝罪求めることを諦めましたって言ってるようなものですよね。相手からしたら日本は諦めたな、バカな連中だって思ってるでしょうね。笑い。そして自分の行いに対して国民に釈明するときに使う遺憾法は、国民に謝罪する気はないよ、とりあえず遺憾法を連続発射しておけば国民は謝罪された気分になるだろうから、とりあえず遺憾法連続発射しておけって感じじゃないですかね。どっちにしろ国民をバカにした言葉です。はっきりと遺憾ではなく残念ですって言えばいいのにって思いますけど、残念ですって言ったら何言ってんだこいつはってなりますからね。笑い。ちょっと話が長くなってしまったので今日はこの辺で、次の言葉は次回にお話しします。褒めまくりも褒めまくりの知識の中での話なので、もっと詳しい専門家の人いらしたらコメントにでも書き込んでください。私もまだまだ知識不足ですので勉強中です。あと戦前の政治に詳しい方がいらしたら、ぜひ戦前の政治の言葉を教えていただきたいです。戦前の政治については褒めまくり全く詳しくないので、ただいま勉強中の身です。それではまた次回お会いしましょう。よかったら高評価、チャンネル登録お願いしますね。動画制作のやる気もアップするので、ではでは。
ご視聴ありがとうございました。今後も皆様に楽しんでもらえるような出来事をどんどん取り扱っていこうと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。